愛しっていうのは宿毛を作る人のこと、愛しイコール水師やと、水が多すぎて水腐れの状態の宿毛ができる、あるいはあの水が透けのうて空焼けって言うて、あの発酵が不十分な宿毛ができる、相性が困るだろ、はい、それで均一な宿毛を作るのに水師を要請して、またその水師はこの担い手尺持って、はい、それで何軒かの農家を全部水打って回るんだ、そしたらこの、均一な宿毛ができるから、あれは相性が頭から出して、相性の知恵、水師の要請で、今はもう愛作農家も水師も愛師も愛称も全部する。